ベンラザーとスプラーリニエメインアイサグロッサス大陸に茂るマンゴーベンラート線はドイツ語に関する統合線の1第二次シーン推移によって古い語中の K が X と発音される地域と K のままである地域の境界線ドイツ語のマッケンを例語としてマッケンマッケン線とも呼ぶドイツ西部のデュッセルドルフのベンラートからオルペ、カッセル、ノルトハウゼン アシアスレイベン、テッサウロスナウを通り、ドイツ東部のフランクフルトアンデアオーダーの付近に至る。第二次死因水位による破裂音の摩擦化の分布は、死因、K、T、P と、その位置によって生意がある。五中の K が摩擦化した地域とそうでない地域を分かつベンラート線は、五末の K の摩擦化の境界線であるユルディンゲン、線より、わずかに南にあり、一方で、 五中の P の破殺化の境界線であるシュパイアー、線よりは比較的北にある。ベンラート線やユルリンゲン線は1877年にゲオルクベンカーによって命名された。ありがとうございます。